ルカの福音書の10書の38節から42節をお読みいたしますさて一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られたするとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた彼女にはマリア という姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところが、マルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか私の手伝いをするようにおっしゃってください。 主は答えられたマルタマルタあなたはいろいろなことを思い患って心を乱していますしかし必要なことは一つだけですマリアはその良い方を選びましたそれが彼女から取り上げられることはありません お祈りいたします愛する神様、私たちはあなたの声を待ち望んでいます。 今日メッセンジャーとして使わ,れ、えー、使わされた林ジョージ牧師を通して今、本当に私たちに必要な言葉を語ってくださいそして今日も私たちを生かしてくださいシュエス・キリスの皆にお願いします。 東京の方から林常先生がね、えー、来てくださいました昨年と、ね、その前の年は、ズームでメッセージをしてくださいましたけど、今日は直接こちらに来ることができてね、ねちょっと不思議なんですけど礼拝の中にいろんな絵が飾られてて、不思議な雰囲気で、ね、まるでイエス様に、ね、包まれているような、そんな感じですけど、今日メッセンジャーとしてお迎えできることを感謝します、先生、よろしくお願いします。これマスク取っていいの,いいの 素顔晒すすのはちょっと怖いんですけどね <laughs> 最近マスクの、ね、生活が長いからね何て言うかだんだんマスクありの顔がスタンダードになってるでしょでみんなの顔もそんな感じでね目しか見えへんからねあのー、何やろこれ言いませんけど取 <laughs>、ね、ってあれあれ,あれこんな人やったっけってねそんなんあるでしょ。 まあ僕もちょっとドキドキしながらね、あれ、この人こんなんやって、まあでもね、去年も、ズームとかで顔を見てもらってるから、マスクなしで顔を見てもらってるからね、この人はこの人だと思ってくれてるかもしれませんけどもね、まあそれでもどんな風に見られるかって結構気になるところでね、どんな格好しようかって、今日の朝も悩みましたよ、ねあい、あの、ゆうたろうさんなんかね、僕は短パンで最初降りてきたね。 でこのこれ着替えたらこう言うんですよあれ短パンでやるんじゃないですかって <laughs> いやいやいやそりゃないでしょっていうかやろうか思ったんですけどもみんな短パンやんこんな目立たへんでしょねえ僕も短パンやったら誰が誰かわからなくなるからねあのちょっとやめとこうっていうかそれっぽくしとかんとねえやっぱりそれっぽくしとかんとね何やろうなと思われても困りますからねあのー。 まあまあ鏡見ながら髪、まあ、をくくろうかくくるまいかとかいろいろとねこう悩みながらいたんですがとりあえずくくってみましたねあのまあ何を言ってんねんって話ですけどねまあ何でしょういけてるように見られたいわけですここは洒落れてる場所ですからね僕はここをお洒落で好きなんですよ でこの、これもええ感じですよね、このアクリル板ね。で、僕はね、結構細かいんです。このアクリル板の金具ね、きれいに揃ってるんですよね。わかりますこの,この金具、ちゃんと全部統一感があるんですよ。いろんな教会行ってるんです。でね、まあ、いろんなあのセッティングがありますよ。 でこういうの見るとね細かいの見るともう全然バラバラとりあえずあるもんでつけたなあいうところもあるんですね僕ちょっと気になってね金具どうなってんやろうなと思ってみたらねやっぱりこれ、ゆうとらさんつけたんやろなやっぱりこの人やなあと思って <laughs> 揃ってんですよしかもこのちょっと何銀色じゃなくて銅色なんね。 このちょっといぶ,しいぶしたような感じの渋めの色これね普通やったらねもうただのこの全部シルバーでねもうきなんか普通に売ってるようなやつやるんですけど、ね、ちょっとこれしたんちゃう <laughs> <え> <laughs> なかなかねあの牧師はあのいじってもらう機会がありませんからねっていうか、まあ、この人はいじられやすい人だと思いますけどもねみんないじってるんちゃうかと思いますけども。 とりあえずいじっとこうかなと。まあ、どう見られるかって大事ですよ。いけてるかいけてないかってね。ところで皆さん聞き、ちょっと聞きたい。今日の私いけてるわって。思ってる人いる私、俺、俺、俺ちょっといけてるで今日、ね。礼拝やもん。礼拝やもん。ねえ。いやいや、礼拝ですからね。いけてる感じじゃないと。 えちゃいますもういけてないなんかこんなんなってまあいいですよ、ね、疲れ果てて来てくださいよ疲れた人重荷を負った人は私んところ来てくださいってイエス様は言うてますからねまあだからいいんですよせやけど余裕があったらやっぱちょっといけてる感じで来るでしょうねあのまあでもね大体こうやって聞くと「あの日本の皆さんはいけてますか?」言うたら「 イケてへんなあってあのまあ心の底から言うてるかは知りませんけどもでもとりあえずいけてないなと言うんじゃないでしょうかねまあ悪いとは言いません僕もそうですいけてるかって聞かれたらねやっぱりいけてるつもりですけどって言いますわねえでもねなんとなく ちょっとここがあかんなあ,あそこがあかんなあってみんなはそんなことを気にもしてないのに自分はとってもそれを気にしてるねそういうことってあるじゃないですかねこの目の位置がもうちょっとねあの左右揃ってたらいいのになとか何やそれってねでも <laughs> あるわけですよそんなこと気にしたこともないっていうか他の人は見てもいいんってまあ大体皆さんあれですよ みんなね他の人の目が気になる、目が気になる言うてね、いろんなことを気にしようとするんですけども、まあ、安心してください。他の人はね、誰もあなたのこと、そんな見てません。<laughs> ほんまに、あの、ズーム、最近、ズームになったものを使わ疲れるんですよ、ズームね。去年もズーム、おととしもズーム、おととしはまあまあうまくできたんたけど、去年はなんかね、僕ね、フリーズしてたんでしょここで。ね。 <laughs> あれ困るんですよね僕ようねあの結構話する時に「間」があるんです沈黙して「間」を置くことが結構あるんです黙って何してんのこの人と思うけど次の話何しようかなと考えてるんですけどもね黙るんですよそうするとね放送事故になるんですでああやって放送してこうやって黙ってたらね ああれ画面止まっったんんちゃうかって思われる時はあるんです、ねまあ、そ,れそれは生でそうなんですけども去年はもう僕のトラウマですよ止まってたんですよ僕がね声は出てるのに画像は <laughs> あるじゃないですかねそういう人がこうなんかこうなんかギクシャクしてるねカクカクカクとかなったりねする <laughs> もうあ,れあれ勘弁してって思うんやけどね大体俺ズームでもみんなねズーム疲れるでしょなんで疲れるかって言ったらね自分のことが気になってしゃあないからあの顔出しすると「誰見てます僕話してる人見たことないですよ自分のことばっかり見てますもん俺どんな顔してるやろうな」とか。 ちゃんとちゃんとした顔してるやろうかとかってずっと自分のことをこ見,見つめながら僕今あの学生やってるんですよ上智大学でいうところでねブリーフケア研究所っていうのがあるんですでそこでちょっと学生を2年2年ばかり今やってるんですズームの授業があるんですよそうするとねもうほんまにで顔出ししな一応あかんみたいな感じでね こうやっってて自分の顔じーっと見てもう疲れ果てるわけですよね。どんな顔してるやろうかちゃんとしてるやろうかとかねでも授業聞かなあかんからね自分の顔がばっかり気にしてられへんからそれでもう疲れ果てるんだよねまああの多分ズームで入ってる人がいますけどもねまあどういうふうに見てらっしゃるか分かりませんが。 まあ、ととににかく自分のことが気になるそして大体いい自分のことを気になるだけじゃなくて自分はちょっとあかんなって思ってるのがもぐらちゃうかなと思うんです。ねいけてないとかなんやかんや言いながら自分を見ながら自分を見ながらねうっとりする人がいないんですよ。ねえうっとりしてたらちょっとちょっとちょっと。 大丈夫ですすかって言いますけどね <laughs> どっちか言うたら自分を見ながら「これがあかんなあれがあかんなちゃんとやってへんな」いうふうに思うんです今朝ねあのお祈りをしながらねまあお祈り言うても僕はあんまりあの言葉を並べるようなお祈りではなくて黙ってイエス様の前に座ってるようなそんなことが祈りなんですけども黙ってイエス様の前に座ってたらね まあいろんなことを心の中で考えるわけですよ。ね心ってめちゃめちゃ喋るんだよね黙ると口閉ざすとね心が喋り出すんですみんなもそうちゃいますこうやって黙ってね僕が一生懸命いっぱい喋ってるけどみんなの心の中でいっぱい喋ってるのちゃいますねえあれどうなったんやろなこれどうなんやろなとかねあの人ちょっと頭はげてんのちゃうやろうかとかね。<laughs> いや言いときますよ、最初に。言われる前に言う <laughs>。もう、何でも言うとくも <laughs>。ね <laughs>。まあ、全然本題に入らないという <laughs>。うそうやって僕はね、自分のテリトリーを広げてるんです、今、どん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 。この場所を僕の場所にしてるんですよ。こうやって絵飾ってるでしょ。もう完全に僕の部屋ですよ、これ。ね。もう僕のもん、いろいろ散らかしてね。 でねもうまるで自分のとこにいるかのように思ってるんですそれでもうみんなお客さんですよ、ね、僕のとこに僕の部屋に来たね <laughs>、まあ、とにかくまあそうやって自分を見ながら自分を見れば見るほどだんだん嫌になってきたりとかいろんな文句が出てきたりする僕らの心はね僕はねおそれとお祈りしながら まあなんていうのイエス様のことに思いをイエス様の姿イエス様の存在に心を向けようと一生懸命思うんだけれども心はいろんなことを喋り出していろんなことを気にしているイエス様どころじゃないで大体その心が行くところはどこかというと私がどうだこうだっていう話なんですね、俺ちゃんとやってるかとかあの時あんなことしてしもたなとかいうことをどん ぐる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 言ってるってか考えてるんですよ。ね、まあ今朝そんなそんなことを思いながらというかそんな時間を過ごしながら「ああ俺はイエス様のことを本当に見ようと思ってんのにイエス様のこと見れへんな」ってねたい、まあ、あのうーん10分ぐらいですよそういう時間を持つのね1時間2時間やってたらねあのしんどくなりますから。 10分ぐらいにしとくんですその方が長続きすると思います。ね。あのこないだテレビ見てたらねあの受験あ,のあれ、えー、誰だったタレントさんでほら昔なんかどっかの星から来たとかね言うてるわけのわからんタレントさんいて最近ちょっとまともになったような人がいるでしょ。誰あそうそうそうその,人その人がなんか受験する言うてね。 一生懸命今勉強ししてるらしいね、テレビの企画かなんかで,でそ,のその事件勉強の話をしてる中でその、うん、なんか賢い芸人がいるんやね、えー、何やったかなこれも名前が覚えられへん。 なんて全然分からない話してるでしょ <laughs> 悩んやったかな <laughs> あれやなとか言うて <laughs> みんな、みんな、ね、<laughs> 何言うてんやろでも想像力働かせながらみんな自分の知ってる知識すべてを動員して聞いてください。ん、ね、やろなんやろなって。お前んやろなって。お前んやねんって話ですけども、まあ。とにかく、まあ、そ,のその受験の得意な人が言うてたんですよ。とにかく受験っていうのはね、毎日ね、決めた時間やるって。 せやけど、それ以上やらないって言うんです。一、ね、時間やったら、一時間決めて、それをとにかく毎日やる。でも、一時間調子が良くても、一時間以上やったら行かんって言うんですよ。えーとか思うんですけども、それが長続きする秘訣や言うんです。まあ、それでね、十分間、そうやってそんな時間を過ごしていて、それで僕は思ったんです。ああだ、こうだ言いながら、自分のこと、一生懸命、自分のことを気にして、自分のことをなんか。 まあ、ある意味、えー、評価しているような自分がいるわけですずっとその10分間イエス様のことを思い向けようと思いながら自分のことばっかり気に,て気にして自分はどうだああだ言いながら自分に評価を下しているで10分終わった頃にはあイエス様とっ一緒にいてよかったなと思うんではなくて俺はちゃんとできたなとかね今日はちゃんと イエス様との交わりができたなとかねそういう評価を下してる評価していい評価やったら満足なんですよっしゃ今日はいけるって思うよねでもあかんっていうか全然ピンといんでイエス様どこにいるかもからんままにね過ごしてしまったらもう一日最悪ですよ今日の俺はあかんかもしれない外でん外動電報がええのかもなとかねもしかしたら上からなんか石でも落ちてきて けが、ね、でもすぐちゃやろかとかねいろんなこと思い始めるんですよ。イエス様が言うんです。砂漠くなって。自分を裁くなって。まあ今朝そんなことをね言われたような思いがしたんです。うまくいかへんから言うて「俺はあかん」とか、ね「ちゃんとできへん今日の一日はあかん」なんて。 なんでそんな決めんねんまあ砂漠くいうのはそうやって決めるってことですよ決めつけるってことです今日の俺はあかん今日の私はいけてないとか、まあ、その逆もあります今日の私はいけてるとかいうことを自分で決める自分で評価するねまあ今日読んでもらった物語はね 必ずこういうことが心の中に浮かんでくるんじゃないですか私はマリアやろうかマルタやろうか」ってねこの話を読むたびに「俺はマリア俺はマリア」いうのもなんかね <laughs> ちょっと嫌やね。 ひげの生えたマリアユうタちょ,っとちょっとちゃうやろって言われそうですけども <laughs> 私はにしとこう私はマリアやろうかマルタやろうかってそういうなんか迫りを感じるっていうかねまあだいぶだめだいたいね僕こ,この話をしててねいまだかつていまだかつて私はマリアです言タ氏と会ったことがないまあい,いたらごめんね 実は私マリアやと思ってたのにとか思われても困りますけどもまあ大概マルタ私はマルタやなって言うてる人が多いし大体言われるんですよ先生マルタがかわいそうですってねまるで自分のこと擁護するかのようにマルタはかわいそうですって言うわけですよねで 昔ねこの話はよく,よくするというか時々しますこのマルタとマリアの話話をね同じ話はしません、まあ、僕は同じ話ができない、ね、ライブですから毎回違う話になってしまう原稿があるのに、ね、原稿なんで書くんやって話ですけどもね道をそれないように原稿を書くんですけども道をそれるねっでも 帰ってくる場所はとりあえずあるということで話をしてますけどもとにかくねマルタを擁護するような話をすると非常に好評なんです。いやマルタはね悪くないんですよって、ね、いう話をしたらね「全然よかったです今日の話は」って言うんですよね。<laughs> <laughs> まあそう言ってもらおうと思ってね「あのマルタは悪くないんですよ」って。 ほんまはいいあれでね別にルタとマリアがとか言ってウうにょうにょうにょうでうまあ結構この物語ってねイエス様がお話になったことがこの僕らの評価の基準になっていくことって結構あるんですねこういう話を聞くと格好の まあ僕らににとっては材料になるんです自分を裁く材料この話を用いてどれだけあなたは今まで自分を裁いてきたでしょう私はマルタやなってでもマルタやなっていうその言葉の裏に隠されてるのは私はちゃんとしてへんなとかイエス様の心にかなってないなっていうようなそんな思いの中でマルタやなとか。 でマリアってっていうふうに逆にマルタやなぁと思う,う裏,裏返しでマリアマリアもええけどマリアもどうやろうなと思うねんけどなぁとかいうねまあ僕も思いますよほんまにマリアみたいな人いるのかなってちょっと思ったりしますよちょっとやばいっちゃいますマリアみたいな人いたらでやっぱり僕もマリアマルタなんかなね 忙しいのに座って、なあもせえへんで。わかんでしょう、うこの場合ってね。やっぱ思うわけですよ。ね。まあ、ボクシーいうのはね、結構こういうのをね、えー、そういうことを得意としてるわけです。ね。まあ、ボクシー言って,てあれですよ。この人は別。でここにいる人は。 この人除外して考えてね、牧師言った時にね、もうちょっと一般的な牧師として、ね。まさゆうたろうは、ちょっと牧師言うても、かなりこの牧師というこの辺のこういう囲いがあったとしたら、この辺にいそうですね、うん。ちょっとこの枠の外にいそう。僕はギリギリ枠の中に入ってるかもしれないな と思いいならほんまかとと言うてるる人もいるかもしれませんがとにかく僕はそういうの得意ですよ聖書の言葉はイエス様の物語を使ってさば、えー、いてしまうことがあるわけです良し悪しを決めようとする評価しようとするんです合格を不合格を決めようとするんですよねあんた合格あんた不合格なんてなことをやってしまいそうになるやってしまいそうになるやってるつもりはないけれども でも聞いてる側もそうです。聞きながらそんなつもりはないのにそんなつもりで話されていないのに僕らが勝手にそれを自分の評価の基準にするんです。で勝手に決めるんです。私「はああかん」とか「ええー」とか「まあ、ええー」っていう人はほとんどいなくて「あかん」っていうふうに決める。 でもねイエス様は誰も裁かないんです。ね誰が正しくて誰が間違ってるなんていうことを決めつけません。決めてます今日のストーリーの中でイエス様が。決めてるように見えますけど決めてないですよ。良い方を選んだと言ってますけども。 それが良いとととかか悪いいいそんんななことは言ってないんです良い方を選んだけどもその良い良い方を選んだだけであって良い方を選んだからそれはその人は良いとか悪いとかそんな評価してないんです合格だとか不合格だとかっていうことは言ってないんですでも僕らは勝手にそこに声を足すんですよね マルタお前はあかんってマリアの方がええー、マリアは間違ってないとか正解したんだっていうことを言い始めるちゃんとイエス様の声を聞きましょうイエス様の声を聞きましょうあなたの声じゃない あなたの耳は何を聞いているのかあなたの目は何を見ているのかまあ、昨日は見るという話をねワークショップでしたんですしてやりました見ました一生懸命僕の絵を30分見てもらったんです <laughs> チャレンジでしょ一つの絵を30分間見つめるってね自分ではやらないです <laughs> まあでも面白かったね。いろんなことをみんな感じて、それを分かっちゃってね。でも、まあちょっと余談になりますけど、アートっていうのはね、見るってこと大事なんですよ。ね。まず見ることなんです。描くことが大事だと思ってるでしょ違います。まず見ることなんです。見て、本当にそこで感じることが大事なんです。 で自分が感じてることをちゃんと分かってってることすごい大事ですよねそれがどんなことを感じてるのかっていうことを表現するわけですからね見ること大事ですそして聞くことも大事ですね音楽やってる人は分かるでしょう聞くということが大事どれだけ聞いたかっていうことがまあある意味その音のフレーズのストックになったりしながらね それが自由にに表現できるように聞いたものを表現する自分の心にたくさんその音で感じたことがそれが表現として出てくるいろんなものが聞こえています聞こえているんです今もいろんなものが音がしていますそして僕がこの耳はいろんなものをキャッチしています 今、どんなことが聞こえますかエアコンの音が聞こえますよね。扇風機の音も聞こえますよね。外で走ってる車の音も聞こえますね。聞こえてはいます。でも僕の話に集中したらそれは聞こえなくなります。こういうことです。聞こえているけども聞くものを選ぶんです。 僕たちは何を聞こうとしているかって聞くものを選ぶんですあなたは今何を聞いているのか大体僕たちは案外ですけども自分の声を聞いてるんです人の声ももちろんだけども自分の声です大体自分の声です 昨日ね、昨日じゃないこのおとついか、おとつい、こっち来たんですで。名古屋にね、名古屋に親戚がいるもんだから、ちょっと親戚と一緒にご飯食べよういう話になってね、あのいとこの、まあいとこ言うと、僕が一番、その親戚の中では一番年下の、ね、でいとこでは10個ぐらい上の人なんですけども、あってね、久しぶりに今年になってから会うようになって、出会って、ご飯食べようって、一緒にご飯食べたんです。 ね、うちの姉ちゃんがいるんですけどもね、うちの姉ちゃんは、まあ、僕より2つぐらい年上で京都にいるんですけどもね、姉ちゃんが僕にラインを送ってくるんですよ。あんた誰々ちゃんと会うんかってね。で会う,な会,う会うよって言うて、そしたら彼女は言うんです。あんたご飯食べたらな、自分で払いやって, <laughs> <laughs> って。だいたいおごってくれるわけですよ。ね。 いくら年取ったって、やっぱりそのいとこの関係の中では僕はね、あの僕がヒロちゃんって呼ばれてるわけですね。まあ、ヒロタカ君って最近呼ばれるんで、本名、本名これね、本名ね。って呼ばれるんやけども、ね、ご飯ごちそうになるわけです。でそれを彼女は知っているからね、やっぱ姉ちゃんやね、姉ちゃん言うんですよ。あんた、自分でちゃんと払,い払う言うんやねとか、LINE で来るんですよ、前もって。 もう,うっとうしいな思ってね、もう無視ですよ。ね、返さない。干 <laughs> したらね、そ干したらそれで終わるかと思ったら、その晩ご飯が終わったぐらいの時点でまた来るわけですよ。あんた、ハロタかとか言って。<laughs> もうやめてくれって。<laughs> 払うわけがないとか言ってね。<laughs> こっちは一応言いますよ。いくらですか いやそんなええええって言われたら僕はもうまあだいたいねこのやりとりが段階続くかとありますけどねいや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 でねこう何回か続くパターンってあるじゃないですか僕は僕は一回も続かないんですいくらですかいやいやいいよいいよあありがとうございますねもう一回ぐらいね行けっていう感じですけどねまあねとにかくそれで三回ぐらい来るんですよあ あたハロタか「あんたはろたかあんたはた」言うてそれでねそういう声が聞こえてくるわけですよ「あんたはろたか」でもねそれでこっちはドキドキするわけですよ「はろてないから」でもねその時にこうふっとその声を振り返ってみたら「あんたはろたか」って言うとただそれだけなんです向こうが言うてるのは。 払わなあかんでっていうことを言ってるだけなんですね。でもそこにプラス僕の声が入るんです。払ったか払て変にやろあかんな払わなあかんで払て変やつはとんでもないやつやとかね。礼儀知らずやっていう声が入ってるんですよそこに。だから僕はドキドキするわけ。 でまともに答えられないわけでも言うてないんです思ってたかもしれんけど <laughs> 言うてないんですよ聞こえてない声を自分が足すんです結局僕は僕の声聞いてるんですよねそういうことあるでしょある人がこう言いましたでも僕なんかそれがすごく心に刺さってしまうでもその人が言うたこ言葉っていうのは案外 大したことじゃないっていうかまあさらっと言われたんだけどもそこにさらに自分の声がプラスされるんですだからあんたはあかんねんいつもそうやなとかダメだねとかねそういう評価の声がそこにプラスされるんですよそれで傷ついてしまうっていうこともあるイエス様の声聞きましょう イエス様は「マルタマルタあなたはいろいろなことを思い患って心を乱しているしかし必要なことは一つだけだ」って言っているんですマルタお前はあかんなマリアを見てみろやマリアみたいになれよなんてことは一言も言ってないんですよ イエス様はマルタを責めているんじゃないんですね。彼女を裁いてもいないんです。ただ心配しているんです。忙しさのあまりに取り乱して裁き、そしてまた怒りに駆られてしまっている彼女のこと。まあ、これは想像ですけども、マルタは自分のことを自分で裁いていたんちゃうかなって。誰も。 あんたちゃんと出会ってへんとかっていうことは言ってなかったと思うんですけども彼女は忙しさの中でちゃんとできてへんちゃんとできてへんだからマリアが手伝わへんことが気になってなんで手伝わへんねんって話になってっていうふうになっていったんじゃないかななんてことをふと思ったりもします。もててななすすここととを愛するにに一生懸命になって 気を使うばかりに大事なものを見失ってしまった自分を裁き自分をどん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 痛めつけてしまうようなだからもう言いたたまれなくなって彼女はイエス様に文句を言いに行ったっていうことじゃないかなって文句を言う時ってね傷ついてる時ですよ 自分が相手がじゃなくて自分が本当にもう傷んで痛んで、ね、傷ついてるから相手に文句が言いたくなるちゃんとできない自分がいる、ね、そんな自分が許せなくてまるでどうにかしてくれとでも言わんばかりにもうあんたのせいやと言ったらちょっとは楽になるんちゃうやろうかと思って相手に向かっていくことってあるじゃないですか。 ね、でも結局は自分が自分をさばいていて許せなくてっていうことって結構あるんですよであの人のせいとかい言うてしまうんです僕らはねであの人のせいって言うてあの人をさばいたとかそんなふうに言ってまた自分をさばいていくんですよねまあ彼女は本当にもうなんか 傷んんででいたんでしょう人に対して思いやりを持って接したいという願いを人一,一倍強く持っていた彼女ですから少しでも愛することができるようにっていろんなことに気を配っていた彼女ですからだからもう気を配りすぎて疲れ果ててしまうの。 にもかかわらず、誰もそんなことを目にも止めてくれない、心にも止めてくれない。当たり前のように何かそれが過ぎ去っていくようなこの現実の中で、主よ何とも思わないんですかって私がこんなしてるのに、こんなに大変な思いしてるのに、こんなに苦しいのに、主よあなたは何とも思わないんですかね マリアがどうだとかああだとかそんなことは言ってはいますけどもそんなことはある意味どうでもいいんだろうと思うんです。主よ、あなたは何とも思わないんですか私のことを私のことどう思ってるんですか そう言いながらまた彼女は自分の心の貧しさに落ち込んでいくんだろうと思うんです。もう魂は乾ききっている。マルタマルタあなたはいろんなことを思い患って心を乱している。イエス様はそんな私たちを知っているんです。私たちがどんな気持ちで右や左に走り回ってそこに立っているかを。 私たちに憐れみ深い眼差しを向けて語りかけてくださっている必要なことは一つだけですマリアはその良い方を選びましたそれが彼女から取り下げられることはないってこれね僕らはどうしてもマリアとマルタの比較の物語に見るんですねでもこれちゃうんです マルタとマリアの比較ではないんですまあねイエス様もここんとこ微妙になって僕もね言い方変えたらよかったねって <laughs> 言ったり思ったりするんですけどマリアはその方良い方を選びましたなんて言わんでもええなマリアなんて名前を出すのはちょっとこれ地雷やと思うんですねえせやけどもこれはそういうことじゃないんですこの物語は誰の物語か誰の話かってもちろんイエス様の物語であることは確かですけどもマルタの物語な このの物語の中心はマルタなんですマルタの話してんですこれマリアはとりあえず情景として描かれてますけどもマリ,マリアがどうだとかああだとかってことは一切関係ないんですマリアじゃなくたっていいんですよこれ愛する人を見失ってしまったマルタ 愛に生きることを願いながら思い通りにできないジレンマを抱えて思い悩む私たちの物語です必要なことは一つだけですイエスさんは私たちを招かれるんです必要なことは一つだけですいろんなことがある大事なことがあるけれどもその中でも これっていうんじゃなくてこれしかないって言ってるんです、ね、僕は今までいろんなこといろんな大事なことあるけどもって思ってたけどどうもイエス様はそうじゃない一つだけだって言ってるように思うんですねこれしかないって足元に座ってイエス様の声に耳を傾けるように イエス様の声を聞くようにって。あなたの声じゃない。誰かの声じゃない。イエス様の声を聞くようにって。それが取り上げられることはない。その声が止むことはない。イエス様はいつも僕らに語りかけてくれる。ね。毎日祈ら,祈らなくて久しぶりに祈りました。ね。 久しぶりに聖書を開いて読みました。そうすると僕らは思うんですね。久しぶりやからな、イエス様もちょっと、あの、へそ曲げてるかもしれんから、<laughs> 今日はあんまり答えてくれへんかもしれんないとかね、そんなこと思いながら、ね久しぶりやからな、毎日やったら祝福もどんどん増えていくんやろうと思うんやけども、久しぶりの玉やったらば、祝福なんてちょろっとしかくれへんねん、ちゃうやろかと、どっかで思ってるんですよ。そんなイエス様、ケチやないですよ。 久しぶりに来たら、久しぶりやなぁ、言うてもういろんなもんくれるっていうかね、めちゃめちゃ祝福してくれますよ。久しぶりやなくても祝福してくれるでしょうけども、久しぶりやったら、もっと祝福してくれると思いますよ。だから、安心して、久しぶりになって、あまあまああれで、ね、毎日読んだ方がええねんで、<laughs> 毎日祈った方がええねんで、わかんないで、後で言うたろう先生、あれはちょっと、<laughs> どうかと思うんですけど使えて言われた方うがいいからね <laughs> ごめんごめん言,言わなかんね,ねでも本当に神様は本当に久しぶりでも変わらず祝福してくださる方ですたった一つの大事なこと哀れみ深いイエス様のまなざしの中でこの哀れみ深い声を聞いてイエス様の声を聞いて その哀れみに触れることです。それが取り去られることは決してないと主はおっしゃる。あなたからその主の哀れみが取り去られることは決してない。イエス様の哀れみを奪い去ることは誰もできない。今ここにいるあなたは、 イエス様の足元に座っています。ねあなたは今、イエス様の足元に座っています。そして、主の御声に聞き入っています。でしょそこのところ、ちゃんと、ちゃんと分かってくださいよ。 あなたは今イエス様の前に座ってるんですそしてイエス様の声に聞き入ってるんですあのマリアのようにこれ礼拝来る時のイメージとして大事でしょう説教聞いてる時のイメージとして大事じゃないですかあなたはどういうものなんだって言ったときに まさにマルタではなく座ってるんだなって僕は思いますよイエス様の声が聞こえるんですそして私たちはそのイエス様の憐れみに触れ愛を味わっているんですねそして私たちはそこから立ち上がってまた出かけていくね マルタマルタあなたはいろんなことを思いざらずらって心を乱しているしかし必要なことは一つだけだ必要なことは一つだけだ、ね、あなたの魂が息も絶え絶え 自分を裁く声に追い立てられてボロボロに傷ついてそんなふうに歩んだ一週間かもしれませんけれども今日イエス様の声があなたを癒しますあなたはいろんなことを心配して気を使っていたけれども 私の足元に座ればそれでいいあなたは愛されるものだだから立ち上がって出かけていきなさいってお祈りしましょうイエス様感謝しますあなたが私たちに今日も語りかけてくださっていること いやあなたは毎日私たちに声をかけようとしておられるということあなたの声を聞くことができるように私たちを助けてください思い患って右や左にと右を差をしながらいろんなところに気遣いながらあなたを忘れて 歩んでしまう者たちですけれどもあなたは私たちを招かれますまた忙しさの中に時に声をかけてくださいます主よ私たち憐れんでくださいそして私たちを助けてください主イエス・キリストによって祈りますあメン 祝福しますキリストの御声があなた方の心に響き続けますように主はこう言われますあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ私は決してあなたを離れずまたあなたを捨てない安心していきなさい一言精霊の神が今ここにいるあなたたちと共に 今日ここに共に沿うことのできない愛する兄弟姉妹たちと共に病や試練の中にある人たちと共にキリストを礼拝するすべてのキリストの体なる教会と共に私たちが住むそれぞれの町と作られたすべてのものと共に永遠にいてくださいますようにアーメン,アーメン